はい、アメリカでね、線路内に立ち入った女がですね、不法侵入で逮捕されたという記事が出てたんですけどね、この女はよくわかんないのが、線路上でヨガをして、それを写真に撮っているところが全部監視カメラに映ってたっていうんですよ。なんでこんなことをやるんですかね。ヨガなのに気候が目立つってね。ねずっちです。でもヨガってね、健康はもちろんそうなんですけど、精神の安定、ね、精神を安定させるために、役立つものなんですけど、こんなことしちゃいけないですよ。うん。この場合、ヨガとは言いませんね。なんていうかわかりますか？一人ヨガリってね。ねずっちです。では、浅草に行ってきまーす。